おい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 、やべえもん見つけたぞ。どういうことだよ。じゃじゃじゃーん、女山根の地図な、なにー、のぞきに行くぞー。行くぞー、あったぞ。うわ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 、おい、どうした。いや、やねすけ、大丈夫か。全校生徒の望みを背負ってお前だけでも覗きに行け。行け。でも早く行け。やねすけ、感想よろしくな。ついにたどり着いた。女湯え、なんでお前こんなところにいるんだ。先生こそなんでいるんですか。俺は見回りだよ。はい、じゃあみんなの出会いに乾杯。おい濱家、お前一発ギャグしろよ。どんどん数が増えていく一光さん、どんだけたくさんのものがあるの。あ、2個、あ、3個、あ、4個、あ、5個、6個、3! お前っぱらそうだよ。じゃあ私たちちょっとトイレ行ってくるね。ねえ、ちょっとあんたたち、誰狙ってんの。まあ私は濱井さんかな。ギャグも面白いし、秀才だし。あたしはコウキ君、だってお金持ちのイケメンって最高でしょ。あ、じゃあ一安心ね。私はもちろん医学部の柳助くん。六甲山おいで。ねみんなみんなみんな、私さ、アミダクチ作ったからこれで席替えしよう。じゃあ私はここ。じゃあ私はここ。やめるやめる。ダメよ、ちょっとエリカのこと触んないで。うちのエリカ大丈夫？ありがとう。もうみんなさ、エリカのことばっか。このブサイクどうにかしてくれよ。なんとかするよ。ねえ、かわいいエリカちゃん。あ、キイコちゃんって友達思いなんだね。いや、いやね、スケ君。コンジュギちゃん、隣に座っていい？あ、うん、いいよ。お邪魔します。おい、何の時間だ。もう、ネスケ君、そっちに行かないで。私、ちょっと濱井さん寝かしに家帰るね。分かったよ、じゃあね。今回はこのブスで妥協するしかないか。あ、ちょっと小梅に寄ってこ。うん、いいよ。何買ったの。蒙古タンメン。お、蒙古タンメン中卒じゃん。俺も中卒なんだよな。え、中卒？慶応じゃないの。あ、いや、この嘘つき、最低。いてえ。ちょっと待って。ベロベロだけど大丈夫？大丈夫だよ。これよりもたくさんの苦労してきたからね。キュロだけに。え、キュロって何？現役じゃないの？
違う、9歳から数えたら9浪なんだよ。この嘘つき最低。え、みんな学歴詐称してたの？ヤネスケくんは嘘ついてないよね。って関係ない、私はヤネスケくんが好き。もうヤネスケくん、いや、俺は聞いた、モテない俺は女におごらせる部屋干しマインドで培ったナンパ力で可愛い子をナンパするぞ。ってか、可愛い、いって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 、か、可愛い、ナンパするぞ。あ、すいません、すいません、これナンパとかじゃないんですけど、ちょっとお姉さんに今一目惚れしちゃって。よかったら LINE とか交換してくれませんか？え、何ですか？いや、一目惚れしちゃって、ここで声かけないと後悔するなと思っちゃって。どうですかね、お願いします。付き合ってちゃんと愛してくれるならいいですよ。え、付き合う？あ、ぜひぜひぜひお願いします。あ、じゃあここ QR コードあるんで、ここ読み取ってもらって。おはよう。おはよう。え、お前のその顔の傷どうしたの？いや、なんでもないよ。 そんなこと言う前、彼女できたの？うん。おい、見せろよ。え、もうしゃあねえな、これ。え、あ、かわいいな。うん、しかもめちゃめちゃ怒ってくれるし、超可愛いし、俺のこと大好きだし、最高なんだよね。ほら、LINE とか来るし。おい、聞いた。でも、メンヘラには気をつけろよ。はい、お前ら、授業始めるぞ、静かにな。あ、浜井先生じゃん。あの先生、厳しいんだよな。はい、今日の授業は、教職概論です。皆さんには、教師として、聖職者として、何が大事かをこれから教えます。皆さんどう思いますか？え、堅苦しいイメージが。エリカ、ちょっと待って。あー、くそ、これがないといけないということなんですけど。おー、どうしたおい、おい、おい、大丈夫か？おい、大丈夫か？おい、とりあえずそこ出すぞ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ、しっかりしろって。とりあえず動くぞ、動くぞ、ゆっくりな、ゆっくり動くよ。おい、おい、大丈夫か？大丈夫か？もうすぐ救急車来るからな。おい、落ち着け、ちょっと救急車呼ぶから。おい、大丈夫か？聞いた、起きろって。お前早く。あー、でも治りましたね。頭が痛いかもしれないんで、ちょっと病院行ってきます。おお、待って待って待って、私に生きる価値だってないんだ。知ってる？エリカ、大丈夫か？エリカ、ごめん、ごめんね、心配させて。私の LINE2 分32秒無視した。どうせ他の女といたんでしょ？そんなことないよ。授業で LINE 見れなかっただけだから。本当？ならよかった、大好き。そういえばさ、エリカちゃんっていつから彼氏ない？ああ、最近別れたんだよね。あ、メガネ野郎。え、なんか言った？ううん、なんもないよ。そっか、ならよかった。エリカ本当に大好きだから。俺そろそろ夜勤あるから行ってくれね。バイバイ。え、俺のことストーリー上げたの？え、なんか悪い。やばいって、早く消せよ。おい、早く消せよ。早く消せよ、お前、早く消せよ。あ、ちょっと待ってって。本当にすいませんでした。あ、すいません。もしもし、もしもし、聞いた。その場から早く逃げろ。俺もあの女に殺されかけたんだ。殺してやれ、殺して。え、電話切れ。おい、聞こえるか？聞いた。おお
違うんだ、それは違います。じゃああのストーリー何なの？お前を殺して私は死んでるんだよ。おはよう。おい聞いた、お前その傷まさか。おい聞いた、お前まさか、まさかお前もあの女にやられたんじゃないだろうな。おい聞いた、何とか言えよ。おい聞いた、聞いた、おい、お前口も聞けなくなっちまったのかよ。おい聞いた、おい見て見て、新しい彼女できた。